こんな感じで。はい。ほら、どうですか。かなり綺麗に撮れるんじゃないですか、これ。とはいえ、このこびりつきとかって撮れてないですよね。どうでしょう。まあ頑固な汚れはあんまり取れませんね。この油がついてるとこの汚れは非常に取れると思います。しかしながら冷めるとまた油固まりそうなんで、さっと拭かなきゃいけないですけどね。油汚れ、はい、このように綺麗に落ちてますね。はい、ということで、まあガラストップのとこは綺麗になるけど、頑固な汚れはほら、蒸気かけてるだけなんで綺麗になりませんね。はい、次にですね、今直噴したんですけど、このアタッチメントホースつけて、はい、こちらのモップつけてやってみましょう。はい、モップをかぶせて巾着みたいにシュッとやって閉じて、はい、そしてこれで、出してみましょう。ちょっとこれ湯気が出てくるらしいです。ほら、こんな感じでどうでしょう。今これレバーずっとオンの状態にしてます。もういいのかな。はい、こうやって。はい、どうでしょう。あ、黄色いのがほらついてるの分かりますかね。油が取れてますね。ただしこのようにですね、なんか水拭きしたみたいに残りますね、跡が。はい、このようにですね、はい、あー、これあれですね、壁がめっちゃ冷たいんで蒸気すぐ水になっちゃってます、こっち。なので、まあこう拭くんでしょうね。そして、あの今のこれですけど、濡れ、ほんのり濡れた状態ですね。濡れ雑巾になってます。はい、使い終わったらですね、水最後まで、はい、今蒸気も出なくなりましたね。はい、この状態にして終わりです。はい、このシャークスチームポータブルね、まず床とかまだやってないんで使ってみましたが、まあ微妙ですね。正直微妙でした。思ったほど
綺麗になるわけでもない、なく、こういったとこは結構油落ちるんですけど、まあ普通に洗剤で拭いてもこんぐらいにはなるのかなって思ったりですねします。そしてまあこういった壁もですね結構はい綺麗になりましたけれども、やはりですねスチームなのでこれ結構壁冷たいとですね冷やされて水になっちゃいます。ということは二度拭きがね言いますね。はい、なので一回拭いても跡がちょっと残るのでもう一回二度拭き拭くと綺麗になります。なのでまあスチームとして油を溶かしたりする効果は出てると思うんですけれども、あとはこういった隙間ですね、こういった隙間のこの境目のところとかは噴射するとかなり綺麗に取ることができました。はい、なのでまあ用途次第だと思いますけど、うん、雑巾がけ、熱い雑巾がけをするという感覚で使うんであれば結構いいのかもしれません。ただ宣伝されているようにさっと拭くだけで撫でるだけでこう驚くように取れるみたいな感覚はまあないですね。結構こういったこびりついた汚れもまあ取れるわけじゃないんで、まあその辺は微妙という表現がふさわしいのかなと思いますけれども、もうちょっといろいろアタッチメントとかあるんでね、掃除する場所を使ってみたいと思いますんで、まずはこういったコンロのところとかですね、こういったフードのところを掃除してみました。まあ綺麗になったんですけど、はい、ということでまあレビューも微妙ですけど、今回はシャークスチームポータブルをご紹介いたしました。はい、ちょっとリベンジ、どうやら焦げ付きはですねこの金だわしついたこういったノズルがあるのでこれでやるって書いてあったので、ちょっとこれでもね傷つきそうなんですよねガラストップ、だからうまいことここの部分だけこうできればいいなと思ってますけど、ちょっとやってみましょうか。オン、あ、取れます取れます、さすが、あ、落ちますね。はい、ということでこのこびりつきもですねこちらの金だわしアタッチメントを使ったら綺麗に噴射して落とすことができました。ということで、最適なアタッチメントを使えばそれなりに汚れは落ちるかなと思いますが、じゃあ水だけでこの金だわしで洗っても落ちるんじゃないかというような、はい、疑問も湧いてきますが、ということでもうちょっと使ってみないと分かんないですね。はい、シャークスチームポータブル、おすすめはまだできませんけど、まあ何かと楽しい掃除道具であると思います。はい、こういったですね今お風呂場のサッシの隙間ですけど、こういったところで今噴射してやってみてます。まあ汚れは吹き飛びそうですけどね。はい、というようにですね、これやっぱね落ちますけどね、すごい最後綺麗にね拭かなきゃいけないですね。うん、ピカピカになりました。はい、ということで終わったらですねこちらのバッグにいっぱい詰め込むだけでいいので、はい、楽ちんですね。はい、ちょっと最初はね微妙とかなってましたけど、まあ使い方によっては意外と使えそうですね。はい、お値段これ今回4000円ぐらいで買えたので、まあいいんじゃないかと思います。ただ1万5000円の定価で買うとちょっとうーんと思うところもあるかと思います。はい、あとですねモップタイプの
ものはこういった床ですね。いやできるのも別には売ってるんですけれども、今回ポータブルタイプ買って、まあこうやってこういうものですね、こうやってはい掃除すればいいかなと思って、まずはそれで試してみようと思ってます。